皆さんこんにちは、石平の中国深層分析でございます。今日は2020年10月8日ですけれども、今日のテーマはこれでございます。国連部隊で新冷戦が勃発、見えてきた二大陣営の輪郭ということですけれども、それはどういう話なのかとなりますと、実は10月、5日6日あたりですけどもね、ニューヨークの、国連の総会の、第三委員会が、開かれまして、人権問題を、テーマとする、この第三委員会が開かれまして、ここでね、中国が代表とする国々のグループと、ドイツが代表とする国々のグループが、まさに人権問題をめぐって激しいバトルを展開したということですけれども、まず中国側の動きを見ていますと、それは10月7日にね、人民日報が掲載した記事ですけれども、それによると、10月5日、中国が国連の会合に行って26カ国を代表して米国西側の人権侵害を批判したということですけれども、具体的に言えば人民日報の発表ではそういうことです。要するに10月5日の国連総会第三委員会の会合に行って中国の国連大使はアンゴラとか北朝鮮とかイランとかキューバを含む26カ国を代表してアメリカと、西側諸国による人権侵害と一方的な強制装置、すなわち制裁装置を、厳しく批判したという話です。で、彼たちの批判、論理が、要するに、例えばアメリカと西側諸国がイランとか、あるいは北朝鮮に対して、制裁を加えているでしょ。中国の代表からすれば、この制裁装置が、すなわち、北朝鮮とかイランとかのその国々に対する人権侵害になるから、だからそれを批判するという話ですが、そういう批判ね、結構ね、言ってみればこじつけというしかないんですわね。じゃあその一方、それに対して、10月の6日の動き、日本のいろんなマスメディアも報道したんですけども、ドイツの主導下で39カ国が中国の人権侵害を批判する声明に署名して、この声明を出したんです。具体的にこの声明の内容を見てみますと、10月6日、国連、総会第三委員会の会合に行って、ドイツの国連大使は米国、イギリス、日本を含む39カ国を代表して、中国の人権問題を批判する声明を発表。39カ国はウイグル人とか、チベト人の人権を尊重するようを、求め、香港の政治状況に対して深刻な懸念を表明した。声明はさらに新疆における人権侵害の問題として、宗教に対する厳しい制限とか広範囲な非人道的な監視システムの構築とか強制労働がとか非自発的な不倫手術を、そういう問題を取り上げて批判する。その一方、声明はまた7月に中国共産党政権が香港で国家安全維持法を施行した後で政治的抑圧が強まっていることについても非難した。39カ国はさらに、中国政府に対して香港住民の権利と自由を守るよう要求した。またチベットにおける人権侵害についても、言及した、というのは、さっき中国が26カ国代表して西側の人権侵害を批判した話があったんですけども、しかしああいう人権侵害批判の、いわゆるこじつけ、に対してほとんど具体的な事実もなく、そういう批判に対して今度このドイツ出頭のこの批判声明ね、かなりね具体的な事実を取り上げて中国側の、中国の人権侵害を批判したんですよね。例えば新疆のことに関しても
ウイグル人の宗教に対する厳しい制限とか、非人道的な監視システムの構築とか、あるいはウイグル人に対する強制労働の強要とか、あるいはね、一番ひどいなのは、ウイグル人女性に対して不倫手術を、ね、強要するとかね、そういう具体的な事実を取り上げて、批判したということが、要するに考えてみれば、この批判声明が取り上げたのは全部事実であり、中国政府が実際に、ね、行った人権侵害である、そういう事実を取り上げて厳しく批判、したこの声明に対して、中国が、26カ国を代表して、批判したことはね、あれはこじつけというしかないですから、だからね、この2つの批判ね、出した時点でですよ、この両陣営の、この勝負ね、ある意味ではもう決着はもうついたんでしょ。一方がただのこじつけで、で一方が具体的な事実を取り上げて批判した、そういう意味では、このバトルはね、結果もすでに出たんですけども、ここでね、私実は一番面白く興味深く思ったのはね、この決着とかそういうことではなくてね、むしろ別の視点です。要するにね、中国が26カ国を代表して西側を批判したんでしょ。じゃあこの中国が代表するこの26カ国はね、じゃあ一体どういう国なのか。で、その一方ドイツがまた主導したこの声明にはね、39カ国が署名したんでしょ。じゃあこの39カ国がまた一体どういう国なのか。いや実はね、この2つのグループをね、対比してみれば非常に面白くて、非常に意味深く、しかもね、笑ってしまうような面白さがあるんですよ。で、ここではね、じゃあまずドイツが主導した中国批判の声明に署名した国々の、リストを、一回挙げてみました。39カ国ですから全部ここに入れることは無理ですけども、その中の主な国々を一覧に並べてみますと、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、日本、ニュージーランド、ルクセンブルクとかね、そういう国々が入ってるんですよ。じゃあ皆さん、このリスト一度ご覧になればもうわかるでしょ。大体ね、世界の主要国、先進国、我々からすれば立派な文明国家で、ほとんど全部この中に入っているよ、入っていますよ。例えば G7 の、そういう7カ国、アメリカからイギリス、フランス、ドイツ、日本、みんな入っていますし、あるいは今 G20 という枠組みあるでしょ。要するに20カ国が形成するこの枠組みですけども、実は G20 3カ国の中の8カ国も、8つの国もこの中に入っているんですわね。もちろん EU のね、加盟国のほとんどがこの声明に署名したんです。で、もう一つね、私自身がちょっと計算してみたんですけど、実はもし1人当たり GDP のね、上位を見てみますと、一人当たり、この世界で一人当たり GDP 上位の40カ国、これは2018年の数字ですが、上位の40カ国の中の実は24カ国が、この声明に署名したんですよね。もちろん一人当たり GDP が全てじゃないんですけど、しかしね、一国のね、一人当たりの GDP がどれほどあるか、上であるか下であるか、ね、結構この国の全体のレベルを結構反映する一つ、測る一つの印になるでしょ。GDP、一人当たりの GDP が多ければ多いほど経済的に豊かだけじゃなくて、やっぱり教育レベルもね、福祉、いろんな意味では文明度が高いという国ですわね。で、この今私が計算した結果から見てもね、やっぱり世界の代表する文明国家で、ね、全部このほとんどこの中に入ってるんですよ。じゃあそれに対して、じゃあ中国が代表して、西側を批判した26カ国が、じゃあ一体どういう国なのか。
ってここでもこのリストを、まああの出しました。まあ一度ご覧になりましょう。アンゴラ、イラン、エリドリア。正直エリドリアという国はね、私はこれを調べるまでは全然知らなかったんです。カメルーン、カンボジア、北朝鮮、キューバ、シリア、ジンバブエ、南スーダン、ミャンマー、パキスタン、ハプロシア、ブルンジ、ベレツツエラ、ロシアとかね、そういうような国々ですよ。じゃあそれはどういう国々なのかとなると、まあさっきやね、1人当たり GDP 上位の、まあ、40カ国の話出したんですけど、実は例えば1人当たり世界のね、各国の中で1人当たり GDP 下位下の40カ国を見るならば、実はねこの下の40カ国の中の、8カ国が、この、リストに入ってるんですよ。その中でですよ、例えばこの中国を代表して西側を批判した国々の中の一つ、ブルンジという国はね、この国の一人当たりの GDP はね、実は世界の最下位ですよ、一番下ですよ。あるいはエリトリアという国もあるんですけどね、この、中国のグループに入っている国ですが、この国の一人当たりの GDP の順位はまあ下から2番目ですわな。まあさっきも話したように GDP がまあ全てではないんですけど、まあしかしですよ、やっぱりねこの国の全体的レベルを測る一つの重要なる指標ですからね。で中国のグループに入っているのはまあ残念ながらですよ、まあ1人当たり GDP 世界の一番下とか2番目下とか、まあそういう国々ですよ。しかも問題の本質はまだここだけじゃない、ただの貧困国家だけの問題ではない。例えばそのリストの中で皆様ご存知だろうと思いますけど、人権弾圧で悪名の高い国、全体主義的な独裁国家、あるいは国連から制裁を受けれる国々がまあ多数は入ってるでしょ。まあ一応今日具体的にいちいちまあ言ったらもう時間がまあ全然足りないんですけど、まあ、とにかくですよ、はっきりと言って中国が代表して中国のグループの中に入って西側を批判したこの26カ国ね、まあそんな言い方が良くないかもしれませんけど、まあほとんど世界の三流国家ですわな。ならず者国家、独裁国家、問題児、制裁を受けている国々が、まあろくな国はないんですよ。まあそれが中国側の、まあ、グループですわね。だとすればここではね非常に重要な話が出てくるんですけども、要するにまさにね国連を舞台にしてはっきりと先進文明国家とそういう三流の独裁国家、人権弾圧国家をね、はっきりと2つのグループに分けてそれ戦うことになっちゃうんですわな。それがあるいは別の意味での新しい冷戦の始まり、要するに昔の冷戦は資本主義陣営と社会主義陣営との戦いであれば、今ねこの基軸が変わったんです。新しい冷戦、要するに文明国家とまあそういうようなまあ残ってない人権弾圧の国家、独裁国家、まあそういう三流国家との間がまあそういう戦いになっちゃったんです。まあ私なりにまとめてみれば、要するにこういうことですよ。このバトルから見えてきたのは、要するに新時代の冷戦の対立軸と枠組み、一つがアメリカが中心とした民主主義先進国家群ですわね。今度がまあ一応ドイツがまあ代表ですけど、しかし中心はやっぱりアメリカですわね。アメリカの中心とした民主主義先進国家のグループと、中国が中心 となる人権侵害国家、貧困国家、問題児国家群、まあ三流国家群との対立と戦い。で、この対立軸がまさにね、人権を軸にした、私からすれば要するに文明と野蛮の戦いですよ。で、さらに面白いのはね、実はさっきも話したように、中国陣営はね、西側を批判するときにね、それもやっぱり人権という肌印を持ち出すんです。要するに、ね、中国側はね、彼たちも人権というね、普遍的価値観に対抗する理想理念が彼たちは持たないんですが、だから
西側が中国をの人権批判を、侵害を批判すると中国も同じような人権という札文字を持ち出してお返しするしかないんです。ということが要するにね、中国でさえね、この人権という札文字にね、真正面から対抗できなくなるということで、ここはもう勝負がもうある意味はもうついたんです。さらに中国側にとって深刻な問題、深刻な問題が、要するに私からすれば、このような冷戦の枠組みとなってしまえば、結果的にね、中国自身が、まあ、世界の第二の経済大国でありながらも、まあ、いわゆる5000年の文明とかある歴史の文明ある国はね、が結果的にね、そのままではもうならず者国家、三流国家のこのグループのガキ対象に何下がってしまって、もう自らの未来をもう絶ってしまったんですよ。要するに世界が期待するのは、中国はいずれか文明社会にね、溶け込むということですわな。先進国と同じように民主主義、人権を大事する国にはなってほしいとアメリカ人も日本人も願ってきたんですけど、しかし中国は今の習近平政権の下で選んだ自分たちの道がそうじゃ反対の道、要するにならず者国家、三流国家、人権弾圧の国家、国々とね、グールを組んで、それで世界の文明に対抗するというような、まあ、道自ら選んでしまったらもうしょうがないんじゃないかなというような、まあ今日の、まあ、話の最大のポイントですけど、まあ、ちなみにね、ちょうどね、今日の話と関連もあるんですけど、最近一つの、まあ、それはまだ面白い世論調査の結果が出たんです。これはアメリカのピューリサーチセンターが、10月6日に発表した有名な、ね、ピューリサーチですけどもね、それによりますと、調査の対象国の14カ国の全てで回答者の半数が、過半数が中国に対して否定的な見解を、持つようになった。その中では、米国、ドイツ、イギリス、韓国、オーストラリア、カナダを含む9カ国では、10年前の、に対するのそういう大衆意識に関する調査が始まって以来の最悪の基準になったんです。数字になったんですわね。もう一つのポイントが、その調査を受けた人々の中で中国を否定的に見ていると回答する人々の比率といえば、オーストラリア、豪州が 81%、 去年からね、実は24ポイントも上昇したんですよ。イギリスはね、74%、 それも去年から、19% が上昇した。米国では、まあ、73%、それまだ去年と比べれば13ポイントもそういう上昇、スウェーデンではまあ 85%、 我が国日本ではね、86%、 一番高いですわね。それはまた嬉しいことであって、じゃあ何か言いたいかと言いますと、このままではね、まあ、中国そういう国になっちゃうんです。世界の文明国家からね、嫌われて否定的に見られて、最後はね、もうならず者国家とか三流国家とか、そういうしょうもない国々とグルを組んで文明社会と対抗する以外ないというのは、まあ、そういう意味では中国の悲劇でもあって、まあまあ、地球世界にとても一種の悲劇でもあるんですけども、しかし中国が自らそういう道を選んでしまった以上、我々も仕方がない。むしろ、このならず者国家の頭、このね、ガキ大将である、まあ、中国にね、今後どう対処していくか、それこそ我々文明世界にとっては、まあ、最大の、まあ、問題になってくるだろうというのは、まあ、今日の、まあ、話の結論でございます。まあ、いつもご清聴ありがとうございます。まだ、いつも最後のお願いでございますが、このチャンネルにね、まだ登録されていない方は、もしよければぜひチャンネル登録をお願いできれば、幸いと存じます。今後ともよろしくお願いいたします。